はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかと、言いますとですね、待望の、画期的な新企画でございますね。そうです。画期的ですよ。もうね、どこもやってないようなね、すごい企画をね、持ってくるのがね、このね、やはりね、スターステージのね、あり方であろうと、いうことでございます。だいたいこういう前振りをするときは、まあ、もう皆さんお察しだと思いますけど、やりますよ。例の企画って、まあ、タイトル出てるのか。今回やっていくのがですね、何でしたっけ？CG1 選手権。ついに、G1 もやりましたよね。餃子1で餃子の一番を決めようというのを G1 ってやりましたけど、今回はね、何でやっていこうかというとですね、そうです。CG ということでね、何や、コンピュータグラフィックかってね、そうじゃないんですよね。カレ牛ですね。カレーと牛丼ですね。合わせたやつで、カレー牛っていうのがね、大手の牛丼チェーンさんだと、何店舗かありますよね。松屋とすき家にあるかな？吉野家と中尾はなかったっけ？って思うんですけど、カレー牛っていうのがあるんですよね。まあ、カレーにトッピングで牛が乗ってるっていうやつですよね。まあ、これがね、大変美味しいわけでございますよ。ね、牛丼食おうか。さて、でもね、カレーも食いたい気分やなっていう時にね、両方が食べれるというもうね、なんと、贅沢な、ね、庶民の贅沢でございますよ。っていうことなんですけどね、これをね、一番うまいところでどこなんだっていうのをね、決めようっていう、選手権でございますね。しゃばいなぁと。しゃばいなと思うかもしれませんが、まあ、実際今回しゃばい気がするんですけど、ただね、あくまでも今回タイトルにもあります。山田式カレー牛なんですよ。これ何かというと、よく一般的にはそのすき家とかのね、カレー牛とかがそうですけど、カレーがあって、その上にね、牛、飯の具のね、具が乗ってますよっていう、トッピングでポンって乗ってるよっていう感じですね。カツカレーのカツが牛になってるっていうイメージで作ったことがない人はね、いるか、もしかしたらいるかもしれませんからね。まあでもね、まあ一般的に大体ね、まあなかなか今の、世の中で、松屋も、すき家も使ったことないよっていう人はなかなかいないと思いますけども、カレー牛行く人は、多そうであんまり多くないみたいなんですよ。結構周りで聞いてみたら、案外カレー牛はいかんっていう人が多いんですよ。どっちかがいいっていう人が多くて。それに、まあ、混ぜたら結局牛の味がね、あれやし、やったらもうカレーでいい気がするし、じゃあそれよりはカツとか残った方がいいしなっていう意見の人とかも多くて、案外そっかカレー牛が好きって人いないんだなと思ったんですよね。で、私も、じゃあ、カレー牛を頼むかって言ったら、実は頼まないんですよね。おいおいって いうことなんですけど、どういうことかっていうと、私の場合は、カレー牛だと物足りねえんですよ。まあ、メガのカレー牛にすると、すき家の場合でも、メガのカレー牛って結局、ルーが3、倍になるんでしたっけ？ 3 倍になるんでしたっけ？ルーの量が増えるんで、いや、じゃあね、ご飯が足りない、ご飯が足りない、カレーと牛が一緒にあるから、ご飯が進んじゃうのに、ご飯が増やしたいっていうのでね、編み出した方法があるんです。ならこうすればいいんじゃないかと。牛丼単品とカレーの単品を買って、それをガチャンってまとめたれば、ね、ご飯もいっぱいのカレー牛が作れるじゃないかという、私もう天才ですからね。もうこれ思いついた瞬間、ほんま天才やなと思ったわけでございますよ。で、まあそれでね、まあここ1年ぐらいかな、1年ぐらい前だったかな、に思いついて、そういう感じでいつもカレー牛を食ってたんですよ。ただ単に大食いなだけな気もしますけどね。それは置いといてね。ということで、じゃあ、果たして、そうしたときに、一番コスパいいのってどこなんだろうっていうのをね、ちょっと調べてみようと思うわけでございます。実際に、あと味とかね、ご飯、ね、実際のご飯の量とかもね、大事になってくるし。っていうことで、山梨式カレー牛っていうのは、どんな感じで作っていくかっていうと、カレーの並盛りと、牛丼の並盛りの一を一つずつ単品で買って、それをゴンガラガシャーンってやるという、食べ方で、いきたいと思います。それで一番コスパがいいところとかで、いろいろとそのあたりを、検証していこうというわけでございますね。それではね、早速やっていきましょう。長ったらしく話したけど大丈夫かな。編集で何とかしよう。さあ、ってことでね、始めていきますけどね。今回はどこで買ってきたかと言いますと、まず第一弾ということでね、さすがにこれね、4社ね、有名なところあるじゃないですか。吉野家、すき家、
で、松屋と中卯と4店舗ありますけど、さすがにね、このね、単品料、どうする？ほやね、丼2つ分ですよね。丼2つ分を4店舗一緒に食おうと思うと、丼8杯分になるんで、さすがにそれは、食うの、しんどいなと。いうことでございましてね。なんかワンチャン食えなくもなさそうなんで怖いんですけどね。ということで、1点ずつやっていきます。というかね、財布が持たねえし、さすがにね。ということで、今日は、まずは、松屋さんで買ってきました。イェイ。ってことで、松屋さんはオリジナルカレーですね。カレーの並と、オリジナルとね、これをね、あるな、こういうのが。こんな感じで、よいしょ、買ってきたの見えるかな。オリジナルカレーの並と、これね、並と。で、牛丼じゃなくてね、牛飯になりますね。松屋さんので、牛飯の並ってことでございます。で、この二つを、実際に食べていこうってわけでございますね。ちなみに、お値段はいくらやったっけな。また、後からリストいるから、まあいいや、口頭でちゃんと言っとこう。松屋のメニューだと、牛飯は、380円。で、カレーが、牛飯でカレーが380円と、こっちが480円かな。ですので合わせて860円になります。ちなみに、単品だとカレー牛が並で680円。ただね、実際には並よりも絶対多いんで、大盛りだと740円っていうことなんで、680の、480。ですから、プラス100円が840円だったもんな。780と480、740円って言うと、880で860円か。ですから、カレー牛の大盛りにプラス120円したサイズっていう感じになりますね。ですから、ご飯の量が、大盛りよりも多分多いですもんね。っていうふうに考えると、これはありなんじゃないかな。その分ね、多分、牛飯の量とかも増えてると思うんでね、これもね、いいんじゃないかなと思います。ってことでね、この860円、いいじゃないですか。ね、まあ、今のこのね、原価高騰してるってね、わー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 だって値上げってなってる時にね、1000円切ってね、こんなね、贅沢できるんですからね、いい企画でございます。こうやってね、コスパ重視企画でね、いきたいと思ってますんでね、早速ね、食べていきたいと思います。いやー、松屋さんのカレーはちょっとスパイシーですからね、ご飯がね、多めにあって全然しかるべきですからね。で、こんな感じで、ここにもあれですね、串につけも乗っけてくれちゃうんですね。で、松屋さんは、ここがね、こんな感じですね。で、牛飯用のやつももらってある、やつもついてきてますね。さあ、じゃあね、早速ね、置いててね、よいしょ、食っていきたいと思います。こんな感じで、ね。ちょっと奥になった方がいいのかな。よし。これをね、ドバーッとかけたってもいいんですけど、どうせなら牛のところにね、かけたればね、超贅沢な皿が出来上がりますけどね。硬いな。そういえば牛飯はセパレートじゃなくなったんですね。前はセパレートになってましたけど、あれかな？プラスチックの削減とかで配信になったのかな？っていうところですね。まあ私は時間盛りでもいいかなっていう人なんで、いいかなと思います。実際、いますからね、この時間になってるのがダメって言って、だから丼物が食べれないってね、うちの親父なんかそうだったんですけど、今も多分食べれんはずですよ。ご飯が、白いのに、シャバ、汁とかそういうのがかかるのか、もうどうしてもダメっていうね、人もいますからね。まあ私はもう全然ジャバジャバ、全然頓着に行っちゃう人なんで、早速いただいていきたいと思います。いいですね。この量、これぐらい量があるといいですよね。まあ普通に牛飯、普通にいただこうかな、まず最初。だってこんだけね、ちゃんとご飯も、牛も入っとって、普段の、カレー牛だと、こんなにも肉入ってないですもんね。一回ちゃんとしたカレー牛も買ってみようか。比較してもいいかもしれん。いただきます。
うまい。で、ここになんと、こんな冒涜できるんですよ。カレーかけてるんですよ。うわ。うわ、贅沢。いいですね。めっちゃ贅沢。いただきます。うまい。うめえし、ご飯が進むよね。ってなったら、ここにご飯があるんですよ。ご飯が。最高じゃねえ。いいですね。あとこれあれですね。普段店頭でやるんですけど、お弁当だとコンパクトにまとまるんでいいですね。意外と店頭のカウンターでこれ2つ並べると、でっかい皿、カレーの皿とか大きいじゃないですか。で、丼ぶりがあるんで、で、味噌汁2つ。まあ、これありがたいですけど、味噌汁も2つ、2つついてくるんですよ。両方買ったね。それぞれで1個ずつついてくるんで、味噌汁の2杯になってって言ってね。なるんでね。結構カウンターで、最近は仕切りがあるんでね。結構、ギリギリだったりするんでね。家でやるといいな。まあ、ちょうど、このね、スペースも、大きい机になりましたしね。これに変えてから、もうすぐ1年経つのか。年明けぐらいでしたもんね。ああ。スパイシーですからね。ちなみに本当は、あれなんですよね。もうちょっと早めにやろうかなと思ってたんですけど、世の中めちゃくちゃその値上げラッシュになったじゃないですか。まあどう見てもね、これ値段を抑えてそのままやるのは無理っぽいやろなっていう感じはあったんで、一通り値上げが行われているであろう。で、値上げが起こった後にね、取った方のが、価格情報とかもね、伝わりやすいんじゃないかなということで、ちょっととりあえず値上げするのを後に取って、で、まあある程度一通り値上げも終わったんでね、まあこれでとりあえず一旦落ち着くかなっていう。ただまあわかりませんけどね、国際情勢とかも含んでるんでね、まあそれをね、語り出すとね、緑のチャンネルの方になっちゃうんでね、こっちのチャンネルとどめるために、あんまりそこら辺は深く話しませんけど、というか、あんまり喋りきれてないですけどね、って言いながら、早速サラッと切れますけどね。これ、キリンのやつなんかなと思ったら、あれなんですね。セブンのオリジナルで無糖レモンサワー出たんですね。まあ最近はもう猫もシャクシもとりあえず無糖のレモンサワー出してますよね。っていう感じで。ファミマのやつとかもね、よく飲んでますけど。これ100、まあ、150円くらいだったかな。で、あったんで、買ってみました。セブンイレブンのセブンプレミアムですね。セブンアンダーアイプレミアムの無糖レモンサワーってことで、多分キリンが作ってるのかな。で、アサヒがいつもやってたっけ、アサヒだ。ちょっと氷結イメージしたのかなって感じはありますけど。どうでしょう、いただいてみましょう。さっぱりしてるんで、ご飯にも合いますね。あ、私、白米とお酒同時にいける人なんで、ザ・無頓着ですからね。いやー、いいですね。まあ言うてこの後もね、編集がいっぱい控えてるんでね、ちょっとここであれね、ガツンと食ってね、平気休んで、あとも仕事でね、帰ればいますんでね。とりあえず今、そっちの投稿の方に、で関して言うと、今10月の中旬なんで、あれですね、11月からの1週間10本投稿、週10本投稿に向けての準備をいろいろとしとって、まあ、とりあえず、システム構築をね、いろいろとやってるところです。まあ、システムって言っても、いわゆる、こういうカタカタっていうよりは、いわゆる段取り、番組のところですよね。そっちの方とかをね、どういう風にしてね、スケジューリングを回していくかとか、そういったところをね、いろいろと、いじってるんですけど、まあ、
意外とやっぱりね、週10本ってね、大変 ですよね。週末に収録したりとか、ちょっと予定が入ったりとかっていうことを想定すると、基本的には週10本投稿を安定維持するためには、平日に仕事終わってから1日2本あげないといけないんですよ。で、そうすると、1本あたりに、だいたい今4時起きで帰ってくるのがまあ5時か6時とかになるじゃないですか。早終わったら5時やけど、まあね、6時ぐらいと想定して、6時に帰ってきて朝の4時に起きるってなると、まあね、2時間睡眠とかで行ける人だったらね、全然予定が立てれるんだけど、言うてうちの場合どうしても自動的に5時間は寝ちゃうんで、6時間は寝ないと、体は全く動かないですからね。というか寝落ちしますっていう感じなんで、そうすると、6時に帰ってきて、6時間寝る時間をね、確保したとすると、そうすると、どうあがいても4時間しかできないんですよね。フリーの時間が。この4時間の間に2本の動画を作って、飯を食って、家事を済ませて、風呂入ってとかっていうのを全部済ませるってことになってくるんで、そうなってくるとですね、そういう想定にしておくと、2本作るのに、2時間、1本の動画2時間かけれたら、もう飯食う時間がなくなっちゃうんですよね。ってなっちゃうんで、さあどうしたものかなっていうふうになると、1分あたりにかけれる時間を、1時間で想定しないと、週10本投稿って実はスケジューリングとしてはない、成立しないんですよね。結構大変で、今まで5分の動画を基本的には、5分の動画で1時間。5分あたりで1時間。まあ1分あたり20分ですよね。1分あたり、じゃ、12分か。1分あたり12分の計算でやってたんですけど、それだとかなり厳しいんで、そうなってくると、10分ね、今10分前後の動画を1時間でまとめようと思うと、それなりに、じゃあ段取りのところどうやって組むのかとかっていう、作り方のところもね、システムのところをね、ちょっとね、だいぶ簡略化してやっていかないと、成立しないんですよね。なので、まあまあ、ギリギリですね。ですんで、ただそれで、1時間で1本作れるよっていうふうにね、なってくればね、プラス週末でね、編集日作れたらね、予定がポンとね、抜けたら編集ができますんで、その時にね、もう1時間1本作れるようになっとったら、5時間時間があったら変な話、5本作れて追加が作れるんで、そうするとね、緑のチャンネル回す時間とかを、今度作ることができたりとか、そういう風な感じができるんで、あとは、ストックがちゃんと作れるようになると、まとめ作りができるんですよ。ではうちの場合って、1シリーズで、大量の、話数になるじゃないですか。で、1回撮影してね、それこそ名鉄のターミナル完全制覇の旅って言ったら、1回出たら2泊3、あの時は1泊2日か。1泊2日で、どれぐらい撮ってきたっけ？全40回だったっけな？ 40 回分ぐらい撮ってくるわけですね。40本撮りですよね。言うなれば。になるわけでございますよ。で、そうすると、それを、当然、全40回に分けて編集するんで、最初から最後まで一気にやっちゃった方が効率は良くなります。前後のつながりが分かりますんでね。ただ、それが、ストックがドーンとあったらね、それを作って、作り切ってから、後からね、また部屋撮りの動画を間に差し込むようにスケジューリングして、まあ、ここら辺は開けといて、で、これぐらい動画多分部屋撮りのやつができるかなっていうような段取りが込めるんですけど、ギリギリだとね、ここ最近ちょっと特に忙しくて、結構動画のストックが1週間分とかになっとったんで、まあ、それでも普通の YouTuber さんと比べたら全然、多い方ですもんね。1週間分ですから、7本はストックあってっていうふうにやっとったんで、多い方だと思うんですけど、うちにしてみたらかなり逼迫しとって、そこからさらに忙しくなると、もうね、投稿、食っちゃいますんでね、時間が。そこの段取りのところが、かなり苦労したんですけど。で、結構そういう風になってくると、
ね、時系列ごとにちゃんとね、動画を同じやつでドーンと出すっていうよりも、結局サブチャンとかそういうのを挟むような形になってくるんで、で、そうするとサブチャンを挟むように、サブチャンのやつをまず3個作って、で、次にまた、ターミナル、今放送してるやつだと何だったっけ？端末のターミナルですね。今日って端末のターミナル的なやつだと、そんな感じで間に差し込んで、で、決算会のやつとか、定例でね、入れないといけないやつも入ってくると、あれもね、2ヶ月先とかに先延ばしできないんですから、今ですから、旅行用の動画のストックが今3本あるんですよ。3シリーズ分実はもうストックがあるんで、それが、出せずに、その間にちょっとね、ヘアドリネットとかはね、言うてそのやっぱね、2ヶ月先に出すっていうのを結構しんどかったりするやつが多いんで、そうするとね、ですので、そうすると、間でね、とりあえず何話分までね、週末分までの、ターミナルのやつを作ったら、そっかヘアドリ編集の動画、山田決算会とかね、ああいうやつとかサブチャンの方に、手を回して、で、サブチャンもあの時みたいにね、その端末の時、入りの時ですね、みたいに、その動画のその時系列の中で途中でサブチャンに回してるよっていう、まあ二軍落ちとか呼んでますけど、うちは一応部屋の中で、ポイントはもうこの区間は二軍落ちにしてとかね、パーキングエリアで話してるところはね、一軍昇格させてとかっていう感じだと、流れは一緒なんで、同じタイムラインのデータをね、編集していくんで、これはあんまり苦労しないんですよ。なんですけど、完全に部屋取りとかだと完全に話が変わってしまうんで、それ用の編集して、ね、テロップとかも変えて、とで、うーっとやっとった後に、もう一回戻してってなると、どこまで使って、どういうような流れやったっけっていうのを、もう一回ちょっと思い出してやらないといけないので、それがやっぱしね、大変になってくるっていうんでね。それがとりあえず今、ショーツをあともう2本ぐらい作らないといけないんですけど、もう編集、収録終わってるんで、あとは編集するだけのショーツのやつを入れたら、一応4週間40本分の動画ストックのかは完成するんですわ。で、とりあえずこれが完成してしまえば、とりあえずそれをタクトにして、あとは回していけばいいんで、まあ準備でやってるっていうところですね。もうメドは立ってますね。とりあえず40本ストックは作れるメドは立って、あと2本作れば、そのストックが出来上がるんで、もうこれで完成っていうふうにできますって。そうすれば、ある程度ね、バーっとまとめてね、同じシリーズの今のターミナルを一気にもう編集してしまって、で、作っておいて、で、後からね、ヘアドリのこういった動画ですね。この動画なんかも多分入ってくると思うんですけど、を差し込みするようなスペース作っといて、まあ月か水ぐらいにこいつを差し込むような予定で入れといてとかってね、やっておけば出来上がるっていうような感じでスケジューリングしてたりするんですよね。で、話しとったら全然食が進まん。そう、一人だとね、喋りながらね、これもだいぶ指摘入ってましたんでね、ペチャペチャ食うなって言ってね、どうしても一人だとね、喋りながら食べることになるんで、ペチャ食いになっちゃうところがあって、しかも、うちの場合は、まあ、前々から言ってますけど、噛み合わせがめちゃくちゃ悪いんで、普通に人っても結構ペチャペチャになっちゃいますからね。で、厄介なのが、自分が気にならない人なんで、ここかなって言って、まあ、あんまりぺっちゃくっちゃしとる音が鳴っとるなっていうところはちょっと気をつけて編集したりするんですけど、なんか、あ、これもなのって、指摘が入るとね、いやいや、ここ全然ぺちゃぺちゃしてますやんとかって、指摘とかね、いただくことがあるんでね。ああ、これもペチャクになるんだっていうね。そうそうそう。自分で気づかないっていうのが一番、厄介なんですよね。自分もペチャクが気になる人だったら、ここペチャペチャしてるわって多分気にしちゃうんで、編集とかで、あ、ここは気をつけないとなってわかるんですけど、自覚がないんでね、それがちょっと厄介なんですよね。ましてや、今、歯がね、奥歯がない状態なんで、余計ですよね。でも実際、ペチャ食いはね、気をつけやんと、
私も実際それで仕事外されたとかありますからね。あとから何であかんかったんかなとかと思ったら、いや食事の時に、後から、ね、いろいろとつてが回ってきて聞いたら、いや食事の時にペチャペチャ食うから、あいつはもう絶対あかん、そういうやつは絶対仕事ができやんからって言って、っていう理由やったっていうのは後から聞いたとかっていうのはありますからね。あ、そこやったんやって。よし、一気にかけちゃえ。あ、映ってなかった。最後は一気にかけちゃいましょう。イエーイ。ちょっと大背徳的なことやる？ここに牛丼もミックスしちゃいましょうか。いいの？そんな悪魔的所業やっちゃう？これに牛丼も混ぜちゃったら、ちょっとやばいんじゃねこれ。ああ、混ぜちゃった、混ざっちゃったよ。ああ、やべえ。ビジュアル的にはめちゃくちゃ、悪いですけど、抹茶色に茶色に茶色が重なってぐちゃぐちゃになってる絵なんでね、全然美しくはないですけど、これもう絶対うまいじゃん。ああ。あ、うめえ。やべ、牛飯のつゆもたっぷりとかかってるんで、それともカレーがまあ混じっちゃって、ああ、もう、うまみしちゃってるよ。ああ、たまんね、これ。ああ、食った。ごちそうさまでした。さあ、ということでね、美味しくいただきましたよと。がっつりですね、食べましたね。でも、仕方ないね。いやー、食った食った。いや、いいですね。やっぱ2杯あったらちょうどいいですね。でもご飯もちゃんとあるから、カレーもね、ご飯もたっぷりとね、使って、食えて、幸せだし、めちゃくちゃいいですよ、これ。まあ、どうでしょうね。まあ、最初の1店舗目なんでね、まあ、松屋基準でね、こいつを基準にしてね、他の店舗もいろいろと見ていこうかなというところですね。で、まあ、なんかリストね、価格リストみたいなの作ってね、実際価格はどうだったの、ご飯の感じはね、量はどんな感じだったのかとかっていうのはね、多分ね、並の見守りだとご飯の量とかそんなに変わってこないはずなんですよ。各社ほぼ共通。大盛り、特盛りとかの場合のご飯の量って結構会社さんによって変わってくるんで、ですから、これが多分、基準とするのに非常にいいんじゃないかなと思いますんでね。で、松屋さんの場合はね、特にスパイシーなカレーなんで、ご飯がね、普通からで食うときもね、ご飯大盛りにしないと足りねえよっていう感じがある。そこにね、カレー牛にするとね、もう全然ご飯が足りねえよって感じるときにね、プラス120円ですからね。ですから、カレー牛の並盛りから、並盛りは680円ですから、並盛りからしてみると、いくら？160円差かな？っていうことですね。180円か。860円、そうですね。180円差ということなんでね。はい。プラス180円でこんだけね、ご飯の量とね、あれを楽しめる。まあ、カレー牛の大盛りからね、大盛りからしたらでいいか。絶対だって、並盛りと比べるにはご飯の量があれですもんね。基本的にはカレー牛の大盛りをね、食べたいよっていう、で、ま、物足りないよって人向けの動画だと思うんで。って考えると、プラス、120円でね、このお得感味わえるというのはね、非常に大きいんじゃないかなという結論でございます。ですからね、松屋さんに関しては特にこのカレー、スパイシーなカレーっていうのが、このご飯の量を増やすっていうことに、すごく最大のメリットを与えているんで、これは非常にありだと思うわけでございますね。ということでね、ひとまずはね、今回は第1回は以上で。で、明日はどこに行くのかな？中尾になるのか、ちょっと好きになるのかわかりませんけど、多分ね、吉野家は、最後になると思うんですわ。で、ちょっとね、週末でないとちょっとあっちまで回れませんからね。ということでね、
そう、日高の方にないんだよな っていうことで、すので、まあ、すき家とか、そのあたりになってくると、もう、ああ、中尾よれた、中尾がね、次に行くのが大変なんで、中尾がよれたらね、優先で寄ってきたいなと思ってますけどね。まあ、こんな感じでね、どんどんとやっていきたいなと思います。まあ、次回の、放送スケジュール、多分概要欄の方でね、多少書いておくと思いますんでね、そっちの方で見ていただければと思います。ということで、ね、またこの動画いいなと思っていただかいたら、まあ、思ってなくてもね、まあ、可もなく不可もなくぐらいでもいいです。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録とコメントね、いただけたらね、微妙とかでも全然いいんで、どんどん書いてください。ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。36分も喋ってんだ、これすっげえ。飯食ってるだけだぞ。